タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は CSM ドラッグバイザーを開封したいと思います。 V バックルの方はね、セカンドチャンネルのタカチャンネルの裏側の方でね公開したんですが、不具合があったんですよ。はい、不具合の動画見ていただけましたでしょうか。まだ見てないという方はね、概要欄にリンク貼っとくんでね、ぜひ見てください。というわけでね、はい、今回はドラッグバイザーの開封動画、開封の儀を行いたいと思います。では行ってみましょう。 GO! はい、ドーン、来ました、ドラッグバイザーです。隆起がもうかっこいいですね、本当にね。この構えてるデラックス版ではね、デラックス流昇機構と呼ばれてましたよね。はい、ドラッグバイザー、はいはい、デラックス版のドラッグバイザー3個持ってるんで、これで CSM 入れたらもう4個目になるんですけど、4個目でございますよ。はい、こちらバンダイさん、お願いしますよ。 V バックルを早く交換して返してください。新しいのに交換して返してください。お願いします。行ってみましょう、開けてみましょうよ。行きます。ではカメラをこちら側にね、手前の方に僕の視点でお伝えしますんでね、行きます、せーの、ドン。はい、というわけでコンプリートセレクションモディフィケーションドラッグバイザーです。かっこいいですね、見た目がね。もう龍騎のね、甲冑とドラゴンがモチーフって感じのライダーで、この龍の騎士と書いて龍騎、はい、仮面ライダー龍騎ですがね、こちら箱の上はこうなってますね。はい、いや、いいですね。これはこのここのマークは多分カードデッキのねマークと同じですよね。はい、ほらほら、カードデッキと似ているマークがデザインされてますね。はい、こんな感じで。で、ここのね、ちょっとマークは何なのか気になるんですよね。このマークは何なのか気になりますね。はい。で、あとは、ここもやっぱり同じですね。コンプリートセレクションモディフィケーションドラッグバイザー、ウェーイ、開けようぜ。では、こっから開けたいと思います。さっと切って、さあ、中身を取り出そう。どうなってる？これは大丈夫か？大丈夫だ。オッケー！来ました。当たっちゃいました、カメラに。カメラに激突しました。はい。では、横から、ドーン、ドーン！来ました！はいはいはい。うわうわうわ。すごっ！見て、このカードの数。すごいよ、これ。カードの数。いやー、すごいね。すごい。うわ、でかっ。でかい、でかい。ちょっと待って。本体でかいよ。見てますよね。見てますよね。取れない、取れない。取れない、取れない。どうやって取る？あ、こうやって取ろう。よし。うわー、でかっ。でかいっすねー。半端ないでかさですね、これは。やっぱ大人向け、のおもちゃですね、やっぱり完全な。大人向け玩具ですね。はい。すごいでかさ。すごいやばいよ、これ。やばいよ、やばいよだよ。やばいよ、やばいよ。うわ、すげえ。きらめいてる。うわ、すご。きらめいちゃってるよ。うわー、すごいね、これ。はい、こちらね、ドラッグバイザー見ていただきたいのは、ボイススイッチですね。ボイススイッチがあるんですよ。電源スイッチとボイススイッチっていうのがあって、こちらが気になりますね、ボイス。どんなボイスが鳴るのか。楽しみですね。すごいね、これ。およそ2万5千円ぐらいかな？ 2 万5千円分ぐらいですよね。はい、この通りね。これ、粘着テープ式ですね。これはデラックス版と同じですね。ただなんか高級感がありますね、すごく。大人っぽさがありますね、なんかね。これ多分劣化しちゃうとね、まあ、仕方ないでしょうけど、ね、使っていくうちに多分ね、ボロボロになっていく可能性ありますが、これは仕方ない。これは仕方ないですよ。はい。はい。じゃあまずね、ちょっと電池を入れてみましょう。電池。こちらから電池をね、まず入れます。はい。こんな感じで、ここの先で、爪楊枝の先使って、僕はいつもね、安全に
電池蓋を取ります。はい、よかった、電池蓋がネジ穴式じゃなくてよかった、それがよかったよ。やっぱりデラックス版とここは同じですね。はい、デラックス版はね、裏側の動画でね活躍してますからね、見ていただきたいと思います。はい、電池が入れ終わりました。さあ行ってみましょう。でまず電源ボタンをオンしましょう。おお、すごいね。そしてカードがもう大量にあります。はい、というわけで一個ずつ鳴らしてみましょう、どんな音が鳴るか。はい、いきます。ここに入れんのかな、あれあれ、おお、すげえ、召喚音が鳴るんですね。すごいですね。ちょっともう一回鳴らしてみましょう。いきます。すごいね、これ。いきます。すごいっすよ、これ。すごい。おお、なるほどね。おお、すげえな、これは。すごっ。すごいね。かっこいいわ。何度でも鳴らしたいね、これはね。はい、何度も鳴らしちゃってますけど。はい、じゃあ続いて、行きましょう。ストライクベント。ストライクベントはどんな感じかな？ストライクベント。そういうこと。長いっすね、これ。音が。おー、すごいね。すごいよ。ドラグバイザー。すごいね。まあ、故障箇所はなさそうですね。故障箇所はないですね。もう、完璧です、もう。はい。そういうことそういうこと。これは何なんだろう、よくわからない。そういうこと、そういうこと、どういうこと。どういうことかわかんないけど、そういうことらしいですよ。こんな感じで、もうボイスすごいっすね。ガードベント、何が飛び出すのかちょっと気になりますね。長押ししても短押ししても同じですね、音声は。でやでやって言ってるように聞こえるけど。はい、というわけでシュッて音がすごいですよね、このカードを入れた時の。このね、この光るところがね、もうすごくねリアルですよね。なんかね、もうリアリティの塊、やっぱり前の動画でも言っちゃったけど、リアリティの塊ですよね。はい、ほんとリアリティがすごい半端ないですね。はい、すごいっすね、これリアリティ。ここの目の部分のところはね、造形がもうほんと劇中そのまんまって感じですよね。これはすごい。ボイスっていうのを切るとちょっと斬撃音が、派手さがなくなりますね。戦わなければ生き残れない。戦えって感じですね。ほんとね。すごいっすよ、これ。トリックベント。これは気になりますね、トリックベント。はい。トリックベント鳴らしてみましょう。いきます。
こういう音鳴ってたよね、劇中でもね。そう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 、劇中でも鳴ってましたわ。はいはい、気になった点としてはですね、カード入れてない状態でボタンを押しても鳴らないっていうのがデラックス版とは違う点ですよね。このセリフが鳴るってのがいいですよね。リアルに聞こえるってのがいいですよね。はい、ナスティーベント行ってみましょうか。じゃあナスティーベント行きます。うわーすごいね、これは本当にリアルな音が本当に劇中本編のそのまんまの音が鳴ってますよね。はい、スピーカーはここについてますね。はい、いやーすごいね、すごいのを開発してくれましたね、バンダイさん。ガードベント行きましょう。このね、ここが光った後、こっちが目が光るんですよね。そこが、デラックス版だとね、両方同時に光ってたと思うんですけど、確か。これ二つ分けて光るっていう発光が分かれてるところがまたいいですよね。はい、すごいね。はい、というわけで、CSM。ドラグバイザーを開封しました。よかったです。素晴らしい。やっぱりね、リアリティのあるね、この大人向けのね、CSM シリーズでね、これを出してくれたのは本当にありがたい。本当にね、もう最高のデッキですね。最高のデッキの玩具ですね。認識不能。認識不能。何？セリフが、セリフがね、ほんとリアルで間近に言ってるような感覚で鳴ってくれますよね。すげえ、リアル。このセリフの言い回しもリアルで、ほんとにすごい劇中さながらって感じですね。ほんと劇中を味わえるおもちゃですね、これは。ほんとにすげえ、龍が来た、龍がの音声、龍が、ブラックドラグバイザーですよ。はい、ブラックドラグバイザーの音鳴りましたよ。すごいね、これはすごいね。あ、これだ、これこのカード鳴らしてちょっと終わりにします、今回。はい、このカードを鳴らしてみましょう。いきます。すげえ、オレターが再現されてる。オレターの再現。いやあ、オレター、うわーすごい、すごいっすね、いいっすね、これ。いやー、これ懐かしいな、龍騎のね、龍騎といえばオレター、うわー、すごいね、最高ですね、これね、最高の玩具ですね、これは。神玩具です。あ、近々ね、仮面ライダージオウの話になりますけど、龍騎編もね、始まるみたいで、しかもビデオパスでスピンオフ作品にも龍騎が出るらしいですね。はい、それがね、ほんと楽しみですね。ただスピンオフ、ちょっとビデオパス入会しようかちょっと迷ってますけど、見れる方はね、見れる機会があればね、ちょっと見ていただきたいなと思います。はい、これが、ほんとこのおもちゃ最高ですね。はい。最高、最高です。Good! グッドボタン、チャンネル登録、コメント、評価、お待ちしております。というわけで、次回もまた見てくださいね。Goodbye! こんにちは。
チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。